そのカクテルはまたいつかいただくことがあるかも。南部初期ってのビンワンデカ、逮捕したのはな我が刑事課のホープ田代と加藤だ。イジリさん、俺たちもそろそろ連続痴漢犯人でも捕まえてみようか。地道な捜査でもやるか。証拠は？そのうちくしゃみが出るほど。それは証拠じゃなくて故障だろ。この可能が想像もつかないような大きな事業を起こして、そのうち世間を驚かせてみせるさ。はい、バレンタインで。ありがとう。ラーメンは故障がなくても食えるが、被疑者は証拠がなければパクれねえんだよ。おお。私のことを犬のように嗅ぎ回っているそうじゃないですか。言っておくが、俺たちは野良犬じゃなくてドーベルマンだ。やがてそれに気が付く時が来る。その時はお前の最後だ。よく覚えておけ。そろそろ帰らなきゃ。デートの時間に遅れちゃうよ。俺もだ。今日は誰とデートだったかな。よし。カノーエンタープライズの顧問弁護士村井です。ナンパデカがナンパされるとすんなよって。アフガニスタン料理でもいいけど。アフガニスタン料理、ランボンでも食わしてもらえ。ナイフを脇腹に刺した時の女のもがいた顔がなんとも色っぽくてね。てめえみたいの変態って言うんだよ。ヘロイン20キロ用意した。南部署のナンパデカだ。おとなしくしろ。手を置いて車から降りてもらうか。このカナクさんのワッパを受けな。ダフな野郎だ。最近のナンパ生活が刺さって息が切れちまうじゃないか。マスター、この人の心を癒すカクテルを作ってやってくれないか。